はい、お疲れ様でございました。クリスマスアンダーグラウンドの稽古、トナカイチームの稽古1日目、参加してくれたゲストのお三方です。本日からね、ABEX からデビューすることになりました。やめろやめろ、前提が分かんないです。川原がこの絵を見てABEX 見たいですねって言って全員がシーンとなったっていう前置きがいる。あんなに何も喋らないことない。身長の感じもそうでしょ。女性ボーカルがちょっと若干低めっていうね、ABEX っぽい。話を広げるな、それの。髪の色明るいけど全然喋れへんやつっているじゃないですか。もう ABEX 主体じゃん。ABEX の回じゃないんですよ、これは。今日初顔合わせでしょ。そうです。そう、直前にむっちゃ滑った川原の話です。すいません。そうです。右から、石畑くん。はい、石畑です。そして、去年も参加していただいた田川さん。田川です。そして、初参戦の戸田さんです。戸田忠です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。恐ろしい稽古でしたね。いやーね、すごかったですね。いやー、なんかこの、はい、どこに基盤があるんだろう。だからまずはこのお二人の、先にお二人がやってたんですけど、はい、このお二人がやってるのを見て基盤を探そうと思って見てたんですけど、なくて。どういうふうに稽古をというか作っていけばいいのか全くわからないなっていう中で、まあとりあえず相手だけ出してみたいな感じだったんですけど、でも全然間違ってなかったですよ。ほんまですか。正解ルートを行ったと思ってます。そうですね、全く間違いだけ教えてもらって。間違いが分からない。私が去年一番不安やって、今お二人が不安に思ってること言いましょうか、はい、まずこのルミエルっていう劇場がどないなってんねんっていう。ああそうですね、はいはい、これ下側分からない。これがめっちゃ分かったら多分このお芝居めっちゃ楽しめると思う。なるほど。じゃあもう今から満足。いやほんまに、でも最初これがめっちゃ不安やったんですよ。どういう作りのここでどれをやってるんだろうって多分めっちゃ不安やと思うんですけど。そうですね。あ、なんだこれ、自分のところがここで、次ここでってなったら、もうルミエールフォルト好きになるっていうか。なるほど。さっきね、その大熊さんにパソコンでその見せてもらったじゃないですか、図面をね。僕あの小学校の時あの展開図がすごい苦手で、なんかあれ思い出してちょっと嫌な気持ちになって。難しいなっていうのがね。でもこれが分かれば、そうですよ、もうほんまに楽しめると思います。あの説明してた時、キレてたんですか。違う、僕自身のね、苦い思い出が出てきましたけど。いやでも本当そうですよ、もうね、なんでこことここつながってんのみたいな驚きも決めたホールなんで、楽しいです。去年私は本番中に一回マジで開ける扉間違って、あ、ほんまにやばい間に合えへんみたいなのありました。そうそう、それが本当にありそうで、ね、怖いんですよ。間に合ってますし、間に合わなくてもみんながもう一致団結してチームとして大丈夫です、全然大丈夫です。いやこれ楽しいのがお客さんがね、はい、移動するんで、大抵袖で待ってて、で自分が出ていくっていう、はい、こうもんじゃないですか、舞台。そうですね、自分が待っててそこにお客さんがやってくるドキドキ感。そうですよね、すごいドキドキする。あれ逆に気持ち分かりますよね、こういつも逆やから。ああそう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 、人目にさらされてる感じ。だからお客さんもすごい逆の体験ができる。そうですね、珍しい。本番の後半の方になってきたら緊張はするんですか。石田さん、それはね、これびっくりすることにアドレナリンが出てくるのよ。ほんでもう連日回数が多いから、ステージ数が、はい、もう後半になってきたらもっとやりたいみたいになってくる。もう汗だくで、もっとやりたい、もっとやりたい、楽屋でももっとやりたいみたいな。楽屋でも稽古やりたいみたいな。もう本音だから気ぃつけなあかんのは25日、はい、25日は多分本番なかったですよね。この本番終わってるんでしょ。あります、25あります。26の日曜日がもう多分やってると思います。気持ちはやってる。働きながらやってる。僕あの26日で塚本お笑いコンテストってお笑いの大会出るんですけど、それ引きずって出てまうかもしれない。ぜひそれは言ってください。ぜひそれは言ってください。移動してはダメです。もう回を重ねるごとに楽しくなるんで。そうです、もう自由とかめちゃくちゃ楽しみなんですよ。
はい、うん、それちょっと伝わってきました今日。いや本当にね、なんかこんなになんか自分で設定決めたりとかやることなんだこれは。通りを聞いてびっくりしました。そんな自由やったんやった。おっしゃる通りです。これは自由にやっていいんやなっていうのをお二人を見て、そういうことだなと思って。稀に見るスタイルやと思いますこれ。ね、本当に本当に楽しみです。でも今年はたまたまちょっと続投なんですけど、はい、やっぱもう去年と、まあ、なぞらないでいきたい。そうですね。なぞるところなぞりますけど。危ない危ない。早かったですね。台本道はありますからね、皆さん。今ちょっと心配になった。やる場所とかは、はいはいはい、ね、ちゃんとやっぱありますけども、はい、いやまあね、続投するからにはより楽しんでもらいたいな。より一段上のね、グレードのやつ。私出会いも、はい、ミックスさせてもらって。はい、みんなで頑張り、いや本当ね、トナカイチームはバージョン2ということで、はい、また新しく楽しめるものになってると思います。公演情報をね、はい、きちっと言っときます、はい、ね、12月23日の木曜日から25日の土曜日まで3日間、はい、もうジャストクリスマスですね。ジャストクリスマス、はい、23、24、25とイブも込み、はい、25が土曜日なんですね。土曜日です、はい。23の木曜日が、5時と7時半。5時がね、ちょっとやっぱね、今売れてないです。初回ですね。はい、はい、やっぱね、ちょっと来にくいですよね、平日の5時。初回じゃもう本当にびっくりするようなことにやっぱりしていきたいです。血を見るかもしれません。血を。そして、クリスマスイブですね、24日金曜日、はい、2時と5時と7時半がございます。これもね、2時と5時がまだちょっと VIP 公演かなという。あ、VIP 公演、お客様にとって、はい、っていうか私たちにもとっても本当に VIP 公演、一人に向けて最大の一人とは言わないですよ、まあ一人ではないですけど、はいはい、まあ気持ちとしてはもうソロかなみたいな、はい、でも今の回はほんまに確実に、もう細かく言うとちょっと違うこともやっぱりちょっと入れていきたいです。そうですね。はい、そうですね。一回一回も。はい。一回一回。そして最終日25日が11時、1時半、4時、6時半と4ステージございます。最高、最高ですね。多分4時半あたりで一回熱出ます。26日もそしてやってますもんね。そうです。だんだん上がってきましたね。いやー本当去年のあの客席からの広瀬さんから誰だったかな、小川もう帰るかみたいな、あの3ステ目終わりぐらいにまだもう一回あるのかっていう感覚のバグり方、バグるんですよ。普通2回ですか。そうですね、3回終わって、え、あともう1回あるのっていう驚き。女性楽屋、女性楽屋では、え、もう終わりって先週だったね。え、もうそのまだ終わりたくないみたいな。いや去年は確かね、中日も4回あって、だからはぁみたいな、あの体感のあのバグり方してたんですけど、今年はね、あの案ずることの中で最終日だけですから。4あるんだよ。4はあります。4はい。これがほんでまたね、トナカイチームはめっちゃ楽しいコース、ワイワイ楽しいコースなんですけど、あのサンタチームはね、ドキドキワクワクの不思議なコースということで、全く違う、全く違うね、色がね、イメージですからね、はい、こんなだから自由に稽古とかはしてないってことですか。あ、もう全然ですよ。もうがっつり振り付けそうなんですよ。あ、そうなんですか。ほんまにそうなんですね。そうなんです、がっつり振り付けです、なんで、あのそういう、なんていうの、演出も全く違う。全然違います。でもだこっちを見てびっくりしました。憧れのトナカイチームかもしれない。双方そうあったらいいですよね。双方ね、双方多分あの何ここ、はいはい、っていうので、何回でも楽しめる公演でございますので、はい、ぜひね、一方を楽しんでいただいた方はサンタチーム、戦い楽しんだサンタチームで、さらに今年はおもちゃ工場チームというのがございまして、はい、これもね、これはね、何やろうな、ちょっと今まだあさとさんっていうゲームディレクターの方 と、はい、内容を練りながら進んでる段階なんですけれども、まあ、ちょっとゲームっぽいというか、謎解きっぽい、はい、コースでして、トナカイとサンタは割とね、こう一緒に歩きながら楽しむっていう、まあ、
反撃にちょっと近い方だと思うんですけど、はい、おもちゃ工場チームはちょっとやっぱ自分で考えたり何かをしてもらったりっていうちょっと参加度の高いチームになるんじゃないかなと思っております。なのでこれもまたテイストが全く違う3つ目のチームがやってきますので、ぜひ3回いや6回来ていただけると嬉しいなと思っております。当日はあれなんですね、受付でそのコースを選ぶっていうことなんで、そうなんですか。なんであの予約段階で、はい、はもうこのチームいけるのかなドキドキと思っている方は大丈夫です。あの振り分けれますんで、はい、そうですね、ある程度その定員とかもあの 2,3 人の余白は持ってると思ってますんで、はい、こっちのチーム満杯やから入られへん、さっきこっち行ったからもう一回いいなとかはならないようにできます。はい、安心して来ていただければと思っております。はい、あ、子供なんですけど、はい、お子さんも見れますが、はい、3歳以下はちょっとバックヤードにねあの入るためあのちょっと危ないかなというのを考慮して NG となってますが、4歳以上から入れますので、あのぜひお子さんと一緒に、はい、特にトナカイチームはお子さんと一緒に、はい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。ぜひぜひお待ちしております。お願いします。では今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。